引っ張って迷惑をかけるっていう発想に至るなりの名前の通った不良グループの海ちゃんがアメリカ行ってたからさ、はい、あんまり詳しく全然わかんないと思うんだけど、まず最初に大阪チームのやつらがやらかしちゃったんだよね、はい、それは本当に俺も反省してるし、でも報道が出るちょっと前に俺はそれを知って、やっぱりそれがもう首脳陣の耳にも入っちゃったんで、まあちょっと初動が大事だなと思って、まずすいませんってことやったんだけど、で何があったのかっていうのを、その彼らだったり交流してる彼らを待ってる彼女だったりとか、そのやり取りしていく中で、ああそういうことだったのかって思うこともあるんだよ。その、でもそのそこでまた彼らに寄り添ったことを言ってたら、なあいつ側じゃんってなっちゃうから、やっぱり擁護してんじゃねえってなっちゃうから、やっぱもうパクられた事実があるから、どうなんだろう、そっから人生変えるどころかめちゃくちゃやってんじゃんって、やっぱその今までね、ブレイキングダウンをそれに非難してた奴らの思うツボかなとも思うし、なんかブレイキングダウンってその、うん、悪さした人でもそういうチャンスを与えて抗戦していってほしいなっていう思いがあって僕らはやってて、うん、でその中でそのまあ構成して成功してる人も中にはいたりして、うん、いいイベントだと僕らも思ってるんですけど、やっぱり事件を起こして捕まっちゃう人がいると全体がそういうふうに思われちゃう、だから良くなってる人にも迷惑かかっちゃうし、だからそういう意識をみんなに持ってもらいたいなっていう、一人の悪さがもうみんなにそういうイメージを持たせてしまうっていう、うん、そこら辺のなんか選手はやっぱ知名度を得たりとか影響力を持つことになるんで、このブレイキングダウンに出ることによって、でその辺の責任をやっぱり今一度しっかり感じてほしいなっていうのは僕は思います。なんか何が一番申し訳ないと、大宮の子たちに申し訳ないっていうのがあって、あんな形で勝ち逃げみたいになってるのにその後にパクられるんだったら、なんか本来の優勝とかは大宮にちゃんと渡すべきなんじゃないのかなとか、いろいろ思うとこはあって、今回榊にしてて合宿と俺はもう向き合ってきたから、なんかそのブレイキングダウン その出身で捕まってる人のなんか原因というかが障害が多いんですよ、うん、でなんかその格闘技をなんか少しでもやってたりかじった時点でそんな障害なんて絶対しちゃいけないんですよ、うん、どういう状況であれ素人じゃないもんね。そう、例えば僕何されても絶対殴り返さない自信があるし、そういう意識って絶対あるんですけど、やっちゃうっていうその神経が僕は正直考えられないなっていう、うん、ブレイキングダウンのオーディションが確かに過激なことを、まあ、俺人に過激なこといっぱいしてきて、で過激なんだけど、ここではいいものを外じゃダメですよっていう、僕らはその違いが分かっている、うん、ここはあくまでも金網に等しいというか、うん、その場っていう制約も取ってるし、でそういうファイトエンターテインメントなんだよっていうのをこっち側は分かってるんだけど、あの子らはもしかしたら同じことしてるだけじゃんっていう主張になっちゃうのかもわかんないし、見てる人たちも多分困惑すると思う。そういうところもこれからもう厳しく制約しかねていけないのかなと思うんだよね。避難をあげることを前提に話し合ってれば、やっぱりブレイキングダウンの根っこには1分で最強を決めるっていうことに加えて、こう過去に過ちを犯したとか元たるものが唯一こう大きなスポットを浴びてることができる場所として、彼らの不遇な人生環境で育ったやつに対しての拳一つで成り上がれるとか、そういう姿を見せることで同じような状況に同じような環境にいる人たちに対しての勇気を与えたいと、一歩を踏み出せば何者にはなれるということを見せたいっていうのがベースにあって、だからよくこう真面目な人にスポットを当てるべきだとか、頑張って生きている人に対してスポットを当てるべきだっていう話言ったりとか、でもそれ普通に今の日本社会だったら普通に頑張ってればスポットを浴びれる場所なんていっぱいある、だけどそんな何者でもない持たざる者とか不遇な環境の子たちがスポットを浴びれる場所って本当にないから、我々ぐらいはそれでいいんじゃないかって、我々ぐらいはみんなが後ろ指さしても優しくあっていいんじゃないかっていうのがベースにあって、でもそれがこうやって逮捕者が続出とかしちゃったりすると、自分のその強い信念もちょっと揺らぐところが出てきてるのが実
実際、うん、すごい葛藤してる、このシェンロンとか大輔の事案から、うん、だから本当に自分の中でも答えが出てなくて難しいなっていう。なんかあとその不良としてってとこで、そのなんて言うんだろう、義理や恩義っていうのを守んなきゃいけないんですよ、その不良であればあるほど。そいつらが自分たちがどんななんぼのもんか分かんないですけど、自分たちのことそんだけ不良だのなんだろうってかっこつけて言ってきたんだったら、もう守るべきものはその人から受けた恩義だったり義理をどうやって自分が返していくかなんですよ。で俺とかは偉そうなこと言って、やっぱ朝倉兄弟の恩をどこ行っても俺は口にしてるんですけど、ブレイキングダウンに対して多分誰よりも、多分それは他の奴らじゃもう多分考え方が違うぐらい俺はブレイキングダウンに対してのその感謝を感じてる一人なんで、どういう形で返していこうかなっていう、やっぱその恩返すっていうのがもう一番の不良の美徳なんですよね。でそれがあるなら、シェンロンたちだって坂木だってチョンツエだって自分たちをそこで生かしてもらったり、そこで活躍させてもらったりした恩義があれば、足を引っ張って迷惑をかけるっていう発想に至るのが腹立つんですよね、正直言っちゃえば。大輔が捕まって、ウタさんのところに大輔のお母さんから直筆の手紙届いたじゃないですか。それを僕はウタさんにお願いして実際に見せてもらったんですけど、もうそこに書いてあることを読むと、多分これはおそらく僕にそのアンチコメントとか指摘をしてくれてる人たちもそうだけど、あの手紙を読んだら、あの同じ言葉が吐けなくなるような内容なんですよ。それは僕が勝手に僕たちがそれを内容を語るわけにいかないですけど、うん、ブレイキングダウンに関わっているそのやんちゃ坊主とか落ちこぼれの奴らっていうのは、できる人らから見た当たり前が彼らには本当に分からなかったです。その極端な話言っちゃえば、大輔なんてかばうわけじゃないけど、その手紙の件もそうだし、本当に不良だったんですよね。大阪オーディションでサップのジムで、なんかすごい、なんか俺の中ですごい胸に来るものがあったんで、本気度って言われたら彼がどうしてもいいって言って選んだんですけど、でその中で最初の問題っていうのがあったんですよ。その彼地元の、まあ、ちょっとその名前とか言えないですけど、それなりの名前の通った不良グループのなんか人間だったんですよ。でそういったところと関係が継続したまんま、こういうコンテンツに顔出すっていうのはさすがに事故るってなって、そういうところで人間関係切れないのかって言った時に、いや自分は縁故もないし、あのホルモンも入れてるし義理があるからそんな邪険できないとっていう話だったんですけど、あいつは本当に何も不良の稼ぎ方、不良としての生き方しか本当に知らなかった。それをあのチームみんなで説得したり、いろんなことを続けていくうちに、やっとその練習しだしたり、悪い仕事を全部やめて関係を立ってくれたんですよね。でそれで、その背景があるから余計に、あのお母さんからの手紙の、やっと胸を張って人に言える仕事ができるって言って毎日のように喜んで電話をくれましたっていうところで、もう俺本当涙腺崩壊しちゃって、なんかその分からないやつに分からないですよ。そのなんか当たり前にこなしてるやつらには分からない。その大輔たちからしてみたら、多分ちょっとこういう運営の人とかとやり取りして敬語使ってああいうところに出入りしてっていうのが、下手したら本当に社会的なことはそれが初めてかもしれないっていうぐらいマジで分かんないやつらだったんで、言い訳になっちゃうんですけど、小学生みたいなその考え方なんで。でもそれはある意味純粋でもあるんですよね。でやったことやったことだからダメですけど、なんかそういうの見ちゃうと、できて当たり前って思ってもダメだし、なんかその向き合い方を本当に本腰入れてマジで100で向き合わないといけないのかなとも俺は思ったんだよね。その関わる以上、自分たちは俺とか小宮はできるじゃん、なんだかんだ自分のことを。でみんなできないやつばっかだもん。だからそのブレイキングダウンに出て良くなった人も圧倒的に多いじゃないですか。だけどその悪い人だけ目立っちゃったりとか、うん、そういう部分だけ切り取られちゃうのがもったいないんで、まあ、僕らとしてはできるだけそういう事件が起きる前に阻止する方法を何か考えないといけないなっていうのもあるし、だからそれこそオーディションの前にもう全員に説明して、もう誓約書書かせるとか、うん、そういうことをして未然に防げるようにしていかないといけないですよね。だから自分一人のことじゃなくて、そのみんなに迷惑かかるよっていうのを改めてあの理解させる必要が、うんうん、あると思います。ガールズバーの事件とか見た？いいですよ。ちょっとさっき見ました。被害者がいる事件なので、やっぱあってはいけないことだなって思うから、なんか事情とかがある
かもしれないけど、やっぱそこはやっぱもう自分が出てるこういうメディアとかに出てるっていうのも踏まえた上でちゃんとグッとこらえる心は必要だなって思いますね。だってハイクしたんですもんね。だって下手したら殺人になりかねないからね、うん、なんかアルコール飲んで記憶ないっていう話ですけど、うん、なんかそういう人らってやっぱ自分で分かってるじゃないですか、その飲んだらどうなるかって記憶なくなっちゃう、自分はそういう人間だっていうのを分かった時点でもうお酒を飲むべきではないし、うん、そういう自己管理をやっぱ責任を持ってねしてほしいなっていうふうに思いますよ。